廃業者等々記載されている部分につきましてはですね、旅費手続きのその書類におきまして、交通費不要区間を示す欄がございまして、でそこの、なぜ交通費がいらなかったのかという具体例として定期券とあと、勧誘者というのが具体例として挙げられております。でその手続きを行った際にですね、そういった、記載例とかも参考にしながら、あるいは過去そのこれまでやってきた前例とかですね、いろんなことをもあって、そうしたのではないかと思われますけれども、ちょっと詳細についてはいです、ね、はい、これ聞いてくださいよ。電話で今聞いたって分かる話じゃないですか。そこは まさにもう確認しておりますけど、誰が確認しているんですか。誰が確認している。藤原さんに聞いてる。誰が勧誘したと書いてある。これ出張手続きを行った人間おりますので、どういうことでその勧誘者というふうに書いたのかというのは聞いております。聞いておりますけど、これもすみません、調査の全体にある話でございますので、なんかもう1ヶ月後に調査結果っていうのはありえないんですよ。でこれは野党ヒアリングで本当にたくさんの国会議員が事実とは何かっていうことを聞いてるわけじゃないですか。でこれがすざましいなんか疑惑ならともかく勧誘者と書いた一点において、なんでこれが書かれたかを説明しないっていうのはひどい話ですよ。これは勧誘者と書いたのは藤原さんが、そこが、でも藤原さんそれなんでも普通は車で移動したんだったらお金かかりますよね。あるいは現地で国家公務員が車を出さない限りはお金がかかりますよね。これなんで勧誘者になったんですか。これまでもですね、国会でも随時、お答えしているところだと思いますけれども、勧誘者と、各欄というのは元々交通費不要ということを示すということで、交通費不要ということを示す、意味で、そこの記載をどう書くかというところでございまして、勧誘者ってか、これは交通費はかかりませんでしたと藤原さんが言ったのか、民間に乗っけてもらったというふうに言ったのか、あるいは交通費がそもそも請求されてないから勝手に勧誘者と書いたのか。交通費 その、まさにその不要ということをその示すという欄でございますので、そういう目的に違うと思う。勧誘者っていうのはそれは交通費不要っていう概念と勧誘者って全く違う概念じゃないですか。交通費が不要だったら勧誘者を使ったっていうわけにならないんですよ。おかしいですよ、概念が全く違うじゃないですか。担当者に聞き取りを行った結果、交通費不要という交通費を払っていないということを、ご証言になられていらっしゃるわけですけれども、公務員倫理、審査会が出している国家公務員倫理教本によれば、無償でサービスの提供、かっこ車による送迎などを受けてはならないというふうに書いてあって、この無償で車による送迎、1日アテンドされているわけですけれどもね、岡山から今治から松山空港、ずっと1日、業者さんかけの車に乗っけてもらって移動をしていると。これはもう明白に倫理規定に違反するのでですね、自らおっしゃられたわけですから、官庁の報告はすぐしなければダメでしょう。その他のことは調査する中で明らかにすればよろしいことで、もう車の提供を受けたということにおいて、倫理規定違反ですから、これ官庁の報告は今すぐしなければですね、あなた方が国家公務員法の今度は違反に問われますよ。業務懈怠じゃないですか。分かっていてやらないというのは故意ですからね。分かっていてやらなければ故意になりますよ。あなた方も国家公務員法上の犯罪に問われますよ。以前から申し上げております通り、今まさにですね、国家公務員倫理審査会にご相談しながら、
そこは慎重に、チラシで、それはあの、事実確認だけではなくて、事実確認されてるじゃないですか。事実確認と無料で車の提供を受けたら、倫理規定違反だと国家公務員倫理審査会が世の中に公表している冊子に書いてあるんですよ。